この間にこだわりを俺は感じるわ。どうも、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画カラスの爪第626弾はこちらのゲーム開かずやっていきたいと思います。最近話題になっている和風ホラーゲームなんですが、なんとこちらのゲーム、ホラーゲーム実況者としてもおなじみのあのサンキュームービーさんが制作されているそうです。実はですね、サンキューさんとは以前何人かでのコラボが実現しそうだったんですけども、俺の方にいろいろ事情があって話が飛んじゃったことがありまして、それ以来ちょっとなんとなく申し訳ないなーっていう気持ちがあって、お誘いとか含めて遠慮しちゃってるんですよね。いやー、ご本人がねこの動画見てるかわかんないんですけども、改めてここで謝罪させてください。あの時はすみませんでした。開かずの扉俺にも開けさせてくださいということで、いや結構ゲーム実況者って意外と時間に追われてることが多くて、プライベートな時間を削って動画作ったりすることも結構あるあるだと思うんですけども、そんな中合間を縫ってゲーム制作までされてたってことですよね。いやすごすぎるんだよな、ホラーゲームへの愛しか感じません。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということでやっていきましょう。WASD で移動、マウスで視点移動、左クリックがインタラクターなんでね、 F で懐中電灯と。 OK。スタジオ DYD、 あ、名義変えてやってるんですね。ってことはじゃあ今後もまだ作ろうっていうことですよね。気がつくと私は見知らぬ場所で倒れていた。ここがどこなのか、なぜここに来たのか何もわからない。ただ一つ分かっていることは、何かを探しに来たということだけだった。あ、この文章がオートで進まないっていうところにゲーム実況者ならではのこだわりを感じますね。結構勝手に進んじゃうタイプあるじゃないですか。あれなんか、あ、読みたかったのにってなることあるんで、すごい助かるポイント。いや、ゲーム実況者ならではの視点の作り方してる気がするんだよな、こういうところ。さあ、ということでじゃあやってみましょう。早速あるのがフラッシュライトかな。とりあえずそれを取っていこうか。うん、あー、なるほど。比較的歩みとしてはゆっくりめな感じかな。鳥居が倒れちゃってるね。さっきのあのオープニングメニューであった鳥居でしょうかね。うん、ということで、どこに来たかもわからない状況の中、とりあえずこの倒れてしまった鳥居の奥、神社か何かがあるのかな。進んでいこうか。わー、この灯籠とかも苔が蒸してる感じがいいですね。で、なんかこう環境音がね、風の音がなんかちょっと怖いんだけど心地よさもあるような、そういったざわめき具合ね。あー、でもなんか、でも灯籠とかも倒れちゃってるしさ、ちょっとその神が不在となってしまったというか、神が闇落ちしてしまった、そういった神社なのかもしれない。あー、なんかこういうところから不気味さを感じるよな。周りにある木の葉っていうのはもう紅葉して落ち葉になっちゃってるわけだし、秋から冬ぐらいにかけてなのかな。それぐらいの時期でしょうか。あ、なに、ヘネアノ、ヘネアノ、なに、どうしたの、逆再生か。そういう、なんかウーロンちゃんヌルヌルのサザエさんを思い出すような逆再生だった。ヘネアノって言ってね、来ないで、なんかそういう感じだ、ちょっとざわざわ来る感じの。さあ、でも鳥居のところまで登ってきた。こんなとこ行かない方がいいんじゃない、主人公ね。ここがどこかもわかんない中、まあでも人がいるかもしんないもんね。ここどこですかと聞きに来ましたみたいなとこあります。あ、うわー、ちょっと待って、ここのさ、このうう、あ、ここの扉が閉まったのか。あの、なんか懐かしさを感じたのが、この玄関前にある靴の土を落とすやつ。俺の実家にもあったな。なんか、うわ、日本人感がすごいよ、やっぱこういうところに感性を感じますね。開けていこう。あー、いい音。お邪魔します。誰かいますか、神主さんとかわかんないけどさ。あー、やだな、この木造な感じ。開けていこうか。和室だね。不法侵入、シンプル。うん、あー、なるほど、全部のドアに今これマーキングがついてる感じなのかな。あ、電話とかもあるね。うわー、かかってきそうだな、いつか。ブラウン管、いや、いいね、やっぱテレビなんか古い方がいい。開けていきましょう。こっちの奥は、あ、キッチンだね。はいはいはい。わー、なんかよくある日本の家屋って感じだな。裏手の方にはこれ開けられるのかな。あ、一応外にも出れるみたいだね、庭の方ね。まあでも先にちょっと部屋の中見ていきましょうか。包丁も持ち歩こう。うん、危ない危ない。お隣の部屋はここも開けられるかな。あ、バスルームかな。そうだね。うわー、できればあんま入りたくないんだけど、バスルームは。あ、ちょっと行こうか。あー、扉の音がちゃんと違う。
しかもなんか重苦しい感じが嫌だな。鏡もなんかこう薄汚れてる感じが不気味なんだよな。とりあえずバスルームはでも大体これで見たかな。 OK 出ていこうか。でもこのあえて何も起きないという間、この間にこだわりを俺は感じるわ。誰ですか、もう音もなくスーッとね、結構姿勢よく歩いてましたけども、どなたですか、幽霊さんですか。右の方に行ったけども、帰ろう。じゃあもう主人公ここで気づこう。うん、記憶なくても、ああやばい、もう見ちゃったな、わかるでしょ多分ね。まあまあ行くんですけども右側行こうか。あれは誰なんだろう。あ、怖いな。ここの障子は開けていこうか。これは別の部屋だもんね。違う和室だ。謎のついたて。あ、掛け軸とかあるけど、それなんかあんじゃない。わ、結構なんかすごい絵だね。ん、妖怪かな。あ、犬の神。え、じゃあこの犬神が何か物語に関わってたりするのかな。掛け軸を取ったりとかは特にできなさそうだね。振り返っていくよ。あ、怖い。振り返るとき怖い。よし、でもじゃあこの部屋は大体見た感じかな。あ、でも怖いな。こっちの障子から出てみよう。まだでも奥続いてるのか。あ、なんかお札貼ってあるよ。剥がせる？固く閉ざされている。うわ行かない方がいい。じゃあこっちは、お隣は寝室なのかな。ベッドが1個、ベッドというか布団が置いてありますけども、入っていこうか。このタンスとかは、引き出しとかは引けないね。ここは開けてみようか。あ、でもサラリーマンの格好してた。開かずの間が開いてますけども、ここにはじゃあサラリーマンが住んでたのかな。でも亡くなっちゃったってことだよねきっとね。何があったんだろうね。2階、いやちょっと待って、押し入れにやっぱ人がいるってやばいよな。呪音しかり何しかりもうでもとにかく押し入れに人は入れたがるじゃない。日本のホラーってさ、やっぱ怖いよね押し入れって。なんか小さい頃はさ、その実家にも押し入れあったんだけどさ、めちゃめちゃ怖かったもんな。あの絵本の押し入れの冒険とか分かる人は分かると思うんだけど、あのなんか独特の怖さ、日本ならではのね。え、何なんだろうねあの押し入れの怖さって。あー、鍵閉まってんのか。ということはどっかに鍵があるってことだよね。さっきのあのサラリーマンとかも特に、あ、ここ開けられないか。なんかサラリーマンとかも鍵持ってたわけじゃなかったんで、あ、怖いな。誰、鍵を落としたのかな。さっきのサラリーマン、この辺なんかどっかポロロンって落としたよね。結構近くで鍵がポロロンって落ちたような音してたけど、どこにあるんだろう。ちょっと戻ったところとかにあるのかな。鍵があればその取れるよっていう感じが分かりやすいはずなんですけど、外も怖いな。うっすらこう岩が映ってんのが一瞬人とかに思えてしまうよね。なんかビクッとしまう。あ、あった、キッチンに鍵ありましたね。箱の中から出てきたみたい。これ取るよ、取っていこう。およしよしよし、鈴の音、振り返る。怖いわ。追いかけられたりとかは多分しないと思うんだけども、ウォーキングシミュレーターでボリューム感としては10分から15分ぐらいで終わる内容みたいなんですけども、とりあえず鍵を手に入れたということなんで2階を目指していきましょう。このまたクリアリングが怖いわ。あー、奥にいそうだな。なんかこの開かずの間は何なんだろうね。ここがでもこの神社か何かが廃れる原因の一つなんだろうな。犬神をなんかこう丁重に扱わなくて、なんか良くないことが起きてしまったとかさ、そういうテイストなのかな。さあ、じゃあ2階開けていきましょう。ここだね。あ、そうだね、ここの鍵だったんだな。 Open the door。 失礼します、お邪魔しますね。あ、和室だ。またここ開けていこうか。いきます。はい、真っ暗闇だな。でもフラッシュライトで照らされててもこの暗さ。うわー、でも木の壁だね。まあでも入ってみるか。あ、これは仏壇かなね。開けるよ。あー、これはサンキューさんの能面じゃないの。確か V化してる時こんな感じでしたよね。神域封印の方、敷地の北、表鬼門、東南、
裏鬼門、西に森地を置く、神楽を舞うとなると、じゃあまずはお札を確保したいところだけども、こっち側にはこっちは特に何もないかな。で、神楽っていうのを舞うために使うのがこの神宮ってことだもんね。うん、じゃあ能面はそのまんまにしておいて、じゃあでもお札を探さないといけないんじゃない？まずね。まあでもとりあえず一旦お札探しをしつつ下の階に戻っていきましょうか。あ、怖いなこれ。見た後だとな、またなんかサラリーマンとか出てきそうだな。おりますよ。何もしてこないでね。怖いわ、この階段降りるだけでも。この部屋も特に何もないもんね。お札ってもう持ってんのかな？これ剥がしちゃったらだってやばいもんね。そうだよね。あ、でも神楽を舞ったことであの扉が開くってことなのかな。じゃあね、外とかには出る必要が出てきそうだよね。またね、ここの裏庭に出る扉はここからは外出れるかな。あー、外出れたね。あ、森地はあった。これね、この森地は、あ、触れた。取ったのかな、森地を。大丈夫かな。ちょっとぐるっと庭のあたりも見てみますか。あー、水道とかもあるけどね。うん、これは特に触ったりはできない感じかな。あ、ここにも森地があるわ。はいはいはい。あー、このお塩をとりあえず森地を除去していくってこと。え、結果破られちゃうんじゃない、そんなことしたら。やばそうだよね。あー、やっぱ塩あるな。さっきのあのバッテンが刻まれてたあたりにお塩がやっぱこれ廃止されてるってことですよね。大丈夫なの？主人公記憶ないにしても、やっていいこととやっちゃいけないことぐらいの分別はついてほしい。怖いって。こんなこと、どこかもわからないところ来て急に不法侵入して。よくないよくない。あー、あったね。とりあえずぐーっと奥まで進んできたところ、これが門のとこの塩かな。はいはいはい。じゃあこれでとりあえず4つの森じわは、除去したと。いやでもなんか細かいこだわりだと思うんですけども、さっきのあの水道横にも青いポリバケツが置いてあったりとか、こういうところにね、ちりとりとほうきがあったり、なんかちょっとこう日本らしいものっていうのかな、そういうのがちょこちょこ置いてあったりするのに、やっぱこだわりを感じますよね。なんか古き良き日本の風景というか、そういうものをすごく情緒を感じるんだよな、このゲームから。そうだよな、そもそもそこの扉が閉まっちゃってるわけだから、主人公まで帰宅するためには何かこう打破するものが必要なわけであって、しょうがないよね、もうだから。たたりに会おうとなんだろうと、もうね、ここから出ようとしないといけないわけだから、主人公も必死です。あ、なんだなんだなんだ、今の音ふーわっていう、何かが通り過ぎるような音したけど、え、俺が今見落とした。さあでもとりあえず今のファーンっていう音で、多分6箇所かなの結界全部を解除したはずなんで、神楽を前に行けばいいってことだと思うんですよね。2階まで行こうか。なんか戻るとき怖いな。あ、ここがもう開けられる。今のマークはなんだこれね。あ、お札剥がせる。うわ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 、やば。あと神楽舞うだけ。あ、開いたわ。地下行ける？マジ？え、ちょっと待って、地下、いや、無理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 。一旦2階チェックしに行きますね。お札剥がして下の階には行けるようになったみたいなんだけど、めちゃめちゃちゃんと行きたくないんで。これでもエンディングは1個だよね、おそらくね。一旦ここの部屋見に行こうか。これね、神宮がないとそもそも神を治めることもできないだろう。シャンシャンシャンって言ったけど、特にあれかな、このだから封印の方と真反対のことをしてるよね。森地を置いてあるところを除去してお札を剥がしたから、神楽の舞いはもう踊らないってことなのかな。逆に単純にもう見に行っちゃおうっていう。神楽の舞いをすることの反対は見に行っちゃおうってことで、もう下に行っちゃえばいいってことだな。でもあの幽霊のサラリーマンとかはここに住んでた人なのか何なんだろうね。あの人が守ってたのかもしれないけどもね、一生懸命封印してたのかもしれない。わあ、この下に行くのやだな。湿度高そう。やだな、でもなんかゾッとくるわ。
あー、ここどこまで、どこまでもどこまでも。あ、祭壇みたいのがある。うわー、すごい彼岸花。うわ、ちょっとでも綺麗って思ってしまう。恐怖の中に。マガタマかなこれね。あ、取った。あ。あ。なんだなんだなんだ、何かが崩れ去るような音。減ってない。減ってない?は。後ろから、減ってない?はあ。お、続く!おいや、いいね、最後なんかゾワッときたわ。おー、このこだわりのエンディングの音も。やめて。あー、なんか徹底してその不気味な空気感をお伝えする、そんなホラーゲームですよね。あー、いいね、和風ホラーゲームが好きなサンキューさんらしさ全開って感じがしますね。はい、ということで今回は開かずというホラーゲームの方に挑戦してきました。またこんな感じで鳥の爪団実況チャンネルではいろんなホラーゲーム挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。